就活会議。前回までは1分で話せ、世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術の著者伊藤陽一が面接官の心に刺さるプレゼン術を大解説してきたが、今回は就活で品質質問、学生時代に頑張ったことの回答を超魅力的に大改造し、合格の秘訣も大公開いたします。今用意してるいわゆる学知か、学生時代力を入れてきたことをやってみてください。私が大学生時代力を入れていたのはライフセービング活動です。まず何か挑戦したいと思う、なおかつ人のためになることは何だろうなと思った時に、たまたまライフセービングに出会ってこの活動を始めました。周りは結構水泳経験者が多くて、まあ、中でもジュニアオリンピック経験者っていう人が結構多かったりとか、で周りの差を感じて結構辛いなって思うことが一番多くあったんですけども、自分でやるって最初に決めたことは絶対に最後までやり遂げるっていう強い気持ちを持って、と今では100人規模以上の部活動の副将を務めています。で私はこの活動を通して誰かのために頑張るっていうことにやりがいを感じました。今のお話でライフセービングを頑張ってやったんだなっていうのは伝わります。その中で阿部さんご自身がどんなふうに頑張って、どんなふうに練習つらいのとか、ご自身が大変だったことをまずちょっと話をしたい。もう一つはご自身が、まあ、こう結果負けず嫌い、やりきるな、そういうことを思ってやったっていうのは分かるんですけど、やってる時それ何が楽しいのかみたいなこともやっぱ聞きたいですね。でそうすると水泳経験者とかばっかり多くて、私ちょっと、ね、うーんって思ったけど、で実際にやってみるとこんなことは辛かったんだけど、でもやるとこうなんですよ、こんな楽しいんですよ、で結果やり抜くんだっていう思いを持って副将としてやりました。誰かのために頑張ることにやりがいを感じました。これもうちょっと加えたいですね。要するに誰かのために頑張るっていうのは命を助けるっていうことですよね。実際そのどんな気持ちでやってたんですか？直接ありがとうとかって言われることが多いところにやりがいを感じます。めちゃめちゃいいじゃないですか。それ言う言わないでも全然違いますよ。ありがとうって言われて嬉しいっていうのってのはもう社会人の基本なんで、そこをもう今分かったんだということで言うと、それは絶対言ってた方ですね。たまたまライフセービングに出会っての、たまたまは言わなくていいかなって、それから自分自身大変だと思ったこと、大変だと思ったことなんかありますか？泳力だったりとか体力の差がそもそも違うっていうところで、最初はついていくことが大変でした。何キロぐらい泳いだりとか？もうマスト2キロとか、それは絶対言った方がいいね。相手との会話なんですよね。どう考えても2キロって言ったら向こうびっくりするわけですよ。でその時に2キロですよと、2キロ泳ぐんですよマストで。そしたらみんなうわーってなるわけですよ。それが、マストで2キロなんですけどみたいな感じになったら、記号としてこうね、右から左へ受け流されちゃうんですね。どこまで言葉にして言うかは別として、はい、聞いてください、これ大変なんですよ、マストで2キロですよと、できますか、できないでしょ、毎回ですよっていう感じを込めてその大変っていうのを語る。でもそれでもやったのは楽しいこともあったと。何が楽しかったの？周りの仲間だったりとか人のつながりとかがいいなと思って。ドラマを作るわけですよ。辛いだけだったらやりません、仲間のつながりが、そんな大変なのを乗り越えるからもうみんな仲間ですよということで、まあ、最後までやりきるって気持ちもあって今では副将で、最後は誰かのために頑張るだけだとやっぱり抽象的なんで、はい、ありがとうって言われるみたいなことです。加えてこれちょっとやってみましょうか。私が学生時代最も力を入れたのはライフセービング活動です。何か新しいことに挑戦したいなと思い、なおかつ人のためになることは何だろうなと思った時にライフセービングに出会ってこの活動を始めました。でこのライフセービングっていうのは水泳経験者が始めることが多くて、中でもジュニアオリンピック経験者だったりとか、もう泳力がかなり速かったりとかする方が始めることが多いんですけども、私は水泳経験がなかったので周りとの差を感じて辛いなと思うことがかなり多くあって、まあ、具体的には泳力の面なんですけど、まあ、絶対に2キロ泳ぎ切る泳力をそもそも持ってないとできなかったりとかが辛いなっていう風に感じました。でも自分でやるって決めたことは絶対に最後までやり遂げるっていう強い信念と、あとはかなり辛い活動を通して周りの仲間っていうところのつながりが
が、強く感じて、それがいいなと思って続けることができました。で今では100人以上の規模の部活動の副将を務めています。私はこの活動を通して、直接ありがとうって言われることが多い活動なので、誰かのために頑張るっていうことにとてもやりがいを感じることができました。であとは一番力を入れたもの何？先ほど言ったライフセービングです。よく聞いてくれましたっていう感じでライフセービングですよ。歌舞伎みたいなもんって別にこうやってライフセービングですとかって全然言わなくていいので、はい、そんな思いを持ってね、言うっていうことだったり、面接なんてこうダーって流暢に言おうっていうのが入っちゃうんですけど、そこをもうひとまず忘れて面接官にもう聞いてくださいよっていう、そういう感じで語りかける。つらかったみたいな、でもこんないいことあるんだ。それ通して、最初素人です、副将ですよみたいな、こんな風に言わなくていいんだけど、その感覚をね、もう壁取っ払って出す。出せます？そんなのいきなり出せないですよね。はい、どうしたらいいかっていうと、練習です。もうどんなことになっても、ちょっと緊張してきたなって思っても、口からこう、ガーッと出てくるように練習しとく。言葉も感情がこもってくるんですよね。何回も何回も練習してると、大事なのは、水泳経験者のなんかもうすごかった A さん B さん C さんって顔を思い浮かべながら、水泳経験者が多くて、中にはジュニアオリンピック出た田中さんとかがいたんですよみたいなことを頭に思い浮かべながら、でも2キロですよって言った時に、その2キロ泳いでた時のもう辛さみたいなのを思い出しながら喋っていく。そうすると言葉に力が思っていきます。突発的な質問っていうところで、いい答え方ができなかったりとか、あんまりその聞いてることに対して的を得た答えができてないかなって思うところがあるんですけど、なんか今まで経験した中でどんな質問が例えばあったりしますか？この会社じゃなきゃダメな理由だったりとか、結構一番困ったまあ、突発的な質問っていうのはね、それを聞かれた時にどういうふうに考えるかなんですけど、はい、やっぱ入りたいと思ってその会社を受けるわけじゃないですか、はい、入りたいんですよ。それが1番で入りたいのか2番で入りたいのか、まあ、それはもろもろあるけど、でもやっぱり入りたいと思って人生の貴重な1時間なりをそこに費やす、それは入りたいからなんですよ。ということはこの会社に入りたいで、その瞬間はもうその会社以外見る必要ないという、だって入りたいんだもん。本当は第三志望だけど、まあ一応受けてるねとかっていうことを出す必要ないじゃないですか、はい、すごい現実的な話すれば、他の会社受けて落ちた時にこの会社行くわけじゃないですか、はい、行きたいんですよ。行きたいというふうに思う以上は、ちゃんとこの会社じゃなかったらどうするのか、だから私は今もうここしか考えてませんということをちゃんと伝えると、もう全然考えてないんだけど言っとくかじゃなくて、入りたいと思って受けに来てんだから、そう入りたいですと、この会社じゃなきゃダメな理由とかって言われるんですか、はい、いやとか入りたいんですよ、ここがいいから、まあ、それも正々堂々という、その時にですよ、突発的に感じるのっていうのはもうこう、ここ大志望じゃないっていうところに聞かれて、う焦る自分みたいなのが出てきちゃうわけですよ、はい、一方でそれを狙ってるわけでもあるわけですよ。私はここの会社です、こういうところすごいいいと思うからここに来たいんですよ、で大志望です、これ大志望です、で嘘じゃないんですよ。だって今この瞬間面接にいるあなたはここに入りたいとしか思ってないから、そのなんか向こうの企みにうわ見透かされたなんて思う必要全然ないし、堂々と答えない。で突発的なね質問っていうところはね、いろいろこう考え方あるんですけど、的を置いた答え方とか別にする必要なくて、唐突にねわけわかんない質問されたら、まず受け止めて考えて、つまりこういう理解でいいですかっていうことを聞いてもよくて、その上であーってちょっと考えて次に答えるわけなんだけど、その時に本能的に A か B っつったら A とかね、イエスかノーだったらノーかイエスかっていうことで悩む時に、どっちかも A やで決めて、もうどっちもありなんだけどっていう場合はどっちもですっていうことなんだけど、本能的に感じることを言う、で後から理由を考えてみる。爆発こなさないとね、そうきたかみたいなのって答えられないですよ、なかなかね。そこは焦らず、そういうもんだというふうに割り切って、で喋ってるうちにだんだんよくわかんなくなってきたら、いや今イエスと言いましたがちょっと待ってくださいって止めればいいんですよね。その答えはイエスであります、理由は3つありまして、ね、早い安いうまいですみたいな、そういう感じではないので、いやだからそもそもあれだよね、緊張しちゃいますよね。なんで緊張しちゃうんですか？なんか綺麗に答えなきゃとか、質問に早く答えなきゃって思っちゃうから、うん、綺麗に答えることは望まれていないですね。その問題にどうあなたは向き合ってますかっていうことが問われてるので、それはね綺麗に答えるっていうのはもう一切ですよ。正解を答えるなんて、もう正解なんかないから、
今悩んでるんだ、あなたの質問で私悩んでんだよって、このぐらいの開き直りで、こんな表情して多分ダメなんだけどコミュニケーションなんでね。で途中で答え始めてしどろもどろになっちゃうって時あるじゃないですか、はい、そういう時はちょっと待ってくださいと、しどろもどろになりましたって言うとね、人間と驚くほど落ち着くんで、だから今緊張してますとか、しどろもどろになっちゃいました、もう一回考えさせてくださいって言われたら、面接官はあ、この人ちゃんと自分の状況分かってるわというふうに思うので、そこは全然恥ずかしがることなく堂々としどろもどろになっちゃいましたというふうに言うっていうのは。ありがとうございます。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。